日本沖縄県富城市、豊崎豊崎タウン住宅街の街並み豊崎は沖縄県富城市の地。地盤は1、3、5の3つで2番地と4番地はない。郵便番号は901-0225。那覇市のベッドタウンとして発展している富城市の中でも特に著しく発展している地区である。富城市南西部に位置する梅立て地である。 豊崎日潟を挟んで北側に横ん、東側に女が、南側に糸満市西崎と接し、富城市の新しい中心地で観光拠点でもある。富城市地崎に総面積160ヘクタールの壮大なスケールで誕生した21世紀型の町、豊崎タウンは恵まれた自然環境の中に観光、リゾート施設、 観光関連の商業施設など各種事業所が調和した新しい街づくりが進められている。また、近年、沖縄県の空の玄関口那覇空港及び中北部への交通アクセスが向上し、海岸部には県内最大級の人工ビーチ、チュラサンビーチがオープンするなど、日々発展を続ける立地特性に優れた街。豊崎タウンは、住み、働き、 そして遊び集う街をコンセプトに、住むエリア、働くエリア、遊ぶエリアにゾーンプランニングがなされており、街づくりが進められている。住むエリアは、一戸建て住宅用地と集合住宅用地に区分けされており、公園も整備されている。働くエリアは、都市開発関連用地、臨空港産業用地、商業施設用地に区分けされ、企業誘致の取り組みで、 他したような企業の立地が進んでいる。遊ぶエリアに整備されているビーチからは、晴れた日には、ケラマ諸島を一望することができ、水平線に沈む夕日を楽しむことができる。また、護岸沿いを緑地として整備され、散歩やジョギングが楽しめる場所もある。各年1月の集計、外国人を含んでいます。沖縄アウトレットモール。 足びナーとよさきタウンマンションの建設も進んでいる。マンションやアパート、小立住宅のある地区。住宅街の中に小さな沖縄そば屋や生パスタの店、カフェなどが散在している。富臼区市民体育館以下のバス停留所が存在する。蒸気バス停に停車するすべての路線を掲載する。路線詳細については沖縄本島のバス路線を参照のこと。参考。 バスマップ沖縄、チュラバスのび国道331号線12.2ヘクタールある、臨空港産業用地の土地利用については、何度も計画が練られてきた。2006年、チャーミングリゾート沖縄が、ショッピングセンター併設の観光リゾートホテル、ラグーンビレッジリゾートプロジェクト計画を発表したが、2009年5月、親会社、ゼクスの経営不振に伴い開発断念。 同じく2006年、ゼファーが、マイス施設を核とした、ホテルリゾート、リゾートホテルアネックスチャペルコミュニティセンタータイムシェアリゾート計画を発表したが、2008年8月、ゼファーが民事再生したため、土地購入をキャンセルした。2013年、県が構想する最大2万人規模の大型マイス施設の候補地となり、2015年には、 与那バル町と西原町のマリンタウン地区とともに最終候補地となったが、東海岸地域の振興による県土の均衡ある発展や豊崎林空港産業用地の民間による柔軟な開発発展の可能性などを理由にし選定されなかった。2016年、同用地の分譲先の子事業者を内定。以下の事業者である。 大和ハウス工業大型商業施設が、新琉球開発合同会社約400室規模の、ホテルや海に面した、チャペル、夜間のエンターテインメント施設を兼ねた、ショッピングセンターヨナーズホールディングス温泉付きの、シティホテル、全国の特産品を集めた店舗や飲食店、上原ミートブランド豚アグルなどを使ったハムや、ソーセージの製造体験工場、イートインスペースを設けるナゴパイ園。 県産パイナップルやマンゴーを使った見学型の加工工場北中城村のイオンモール沖縄ライカムに次ぐ規模になるとみられ、本島南部最大の複合施設の計画となった。2017年、大和ハウス工業が開発予定の大型商業施設敷地内に DMM 仮輸出水族館が2020年上半期に開業することが決定した。2019年2月、 大和ハウス工業が2018年12月に着工した大型複合商業施設沖縄豊崎タウンプロジェクトに本格着手したことが発表された。テナントは DMM 仮茂水族館のほか、ミニチュアテーマパークや大型スーパーマーケット大型家電量販店等約170店舗となる。地上4階建て敷地面積71,499 平方メートル、建築面積35,809平方メートル、総延べ床面積13万5,000平方メートルで、2020年4月オープン、予定であることも発表された。2019年9月、河新琉球開発合同会社が手掛けるホテルが、インターコンチネンタル、沖縄チュラサンリゾートとなることが分かった。当ホテルには、レストランやバーのほか、宴会場、 チャペル、プールなどの施設を併設し、2023年、開業予定。2019年12月、沖縄豊崎タウンプロジェクトの名称が、イアス、沖縄豊崎に決定し、沖縄初出店のロフトや、グローサラント型ショップ、イオンスタイルなど155店舗が出店することが、決定した。2020年5月25日に DMM、仮茂水族館が、 6月19日に、イアス、沖縄とヨ崎が開業。いずれも新型コロナウイルスの影響により開業が延期となった。ありがとうございます。